おはようございます。おはようございます。熊本市動植物園にやってきてますよ。はい、今日いいお天気ですよね、おがちね。そうですね、気持ちがいいですよ。今度の土曜日、日曜日、TKE の日、刀鍋が開催されますよね。いよいよですね。はい、いよいよなんですけど、その魅力とですね、はい、動物クイズをお出ししたいと思います、今日は。動物クイズ。わかりますかな？アニマル、アニマルですよ。何ですか？だって。消えた！消えた！消えた！すいません。ありがとうございました。もう大丈夫です。熊本市東区県郡にあります熊本市動植物園にやってきてます。あたりまして大谷の人小勝と、そして我らがくまモンです。お願いします。小勝、落ち着いてね、落ち着いて ね、動物園だけ、ちょっとやっぱ、ね、動物園が好きなんですよ、くまモンね。くまモンの仲間がいっぱいいるんでしょ、くまモン、お友達がいっぱいね、仲間いっぱいいるだよね。そうそうそう、この後も共演しますのでね、お友達とね、楽しんでください。さて、今お話がありましたように、はいはい、今度土曜日、日曜日、はい、TKE の日、刀なんで開催されますよね。いよいよその総合司会が、はい、栄太郎さんと本田さんです。よろしくお願いします。お待ちしております。頑張ってください。はい、ちょっと会場の方ご紹介しましょうかね。こちらです。これ市電なんですけれども、市電からすぐのところが小口公園のゾーンですね。あのサッカーとか行われます。でこちら動物ゾーンなんですけどもね、 TKU の人気番組の体験コーナーありまして、遊具ゾーン、そしてこちら植物ゾーンの方はですね、美味しいもの盛りだくさんのお祭り広場やステージがあるんですよね。太田さんはここでね、2日間、はい、司会されるんですね。頑張りたいと思います。お願いします。はい、でステージの方でもお笑いイベントとかいろいろあるんですね、はい、ちょっとゲストの方ご紹介しましょう、うん、じゃじゃーん、こちらまず土曜日、モノマネ界のホープ、八代優さん。やった、八代優ちゃん。さらには大ブレイク中のドブロックさん、他にもたくさん、カモメンタルとか流れ星さんもお越しになりますよ、これ、八代優さんとか楽しみですよね。芦田愛菜だよ。どなたですか？流れ星さん、流れ星さん、流れ星さん、シュ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 、流れ星、ありがとうございます。こんな感じで賑やかなんですよね。こんな感じ。そして日曜日行きたいと思います。すいません、太田さん、日曜日、太田さん、何でしょう。すいません、もう一回その八代優さん、尾形さんやってもらっていいですか。もう一回ちょっと。そうですね、ええ、あのじゃあ八代優さんです。分かりました。芦田愛菜だよ。これ芦屋、すみません、芦屋雁之助さんじゃないですよね。違います。違います。違います。ちょっとそっちの方が近いかもしれない。違いますよ。すいません、はい、大丈夫です。本物が見れますよ、ここは。で日曜日、もう実力派の漫才師千鳥さん、千鳥さん、あとね、金太郎さんも来なはですよ、ね、金太郎さんといえば AKB48 のね、くまモンできるね、あなたのことが好きなのに、はい、フライングゲット。すごい、データしちゃった。さすが、まがいもんですけどもね、本物見えますよ。ねえ、ということで、あのゲストの方も本当豪華なんですが、そうなんです、熊本市動植物園といいます、最近ですね、新しい仲間がいっぱい増えたんですね、その動物を今日紹介していきたいと思います。はい、じゃあ行きましょうか。あー、なんだ、もうよかよ。ねえ、まず入ってね、黒クモザルとかね、ワオキツネザルいますけども、はい、こちらでございます。熊本市動植物園の広報の大坪さんです。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。好きな動物は何ですか？そうですね、やっぱり私は象が大好きですね。象がすごい象。面白い象。 ありがとうございます。じゃあそんな大坪さん交えましてですね、はい、意外と知ってそうで知らないような、はい、そうなんです、動物のクイズを出していきたい。
させていただきました。たくさんの方がね楽しまれたんじゃないでしょうかね。はい、では続いてご紹介しましょう、はい、動物今週の月曜日、調べて入るご紹介しましたカンガルーです。カンガルーね、はい、赤カンガルーですけどもね、今ちょっとのんびりしてますね。そうですね、はい、昼間は木陰でゆっくり寝そべってることが多いですね。でこちら新しい仲間といえばセブンですね。はい、そうですね、はい、どこにいるんですかねセブンちゃんは。セブンはあれさっき言いましたけど、ね、今あそこで、はい、寝っ転がってますね。あ、僕の右の方で、はい、ちっちゃいね、はい、生まれたばっかり。そうですね、では参りましょうか。人に教えたくなる動物クイズ。じゃあ大坪さんお願いします、はい。カンガルーの生まれた時の大きさはどれぐらいでしょうか。さあ考えてください。どれぐらい通常人間は大体50センチから、ね、40センチ、このくらいで生まれますよね。そうですね、はい、カンガルーは生まれた時どのくらいの大きさで生まれるでしょうか。小指、人間の小指、小指、小指、はい、ということは、5センチぐらいですか。そうですね、さあ10センチぐらい、10センチ、うん、5センチ、10センチ、3センチぐらい。おー、それでは正解の方をお願いします。はい、カンガルーの赤ちゃんは1センチぐらいの大きさで生まれてきます。1センチですよ、はい、1円玉ぐらいの大きさで生まれてきます。1円玉。そうですね、はい、重さもちょうど1円玉と同じぐらい、1グラムから2グラムぐらいの大きさで生まれてきます。なんでこんな小さく生まれるんですか。はい、袋の中で、大きく育っていきますので。袋の中ですからね、はい、生まれた時には本当小さくですね。生まれたらお母さんの袋の中に入っていくんですよね。そうですね、自力で、はい、登って自力で、はい、袋の中に入っていきます。勉強になりますね。勉強になったでしょ。なった、ちっちゃいですね。ね、その辺ね、分かってみるとまた違いますもんね。そうですね。さあ続いてカンガルーの横の動物ご紹介しましょう。はい、もう皆さんご存知ですよね。はい、こちらホッキョクグマのバルブがいるところでございます、ね、こちら。クマといったらクマモンもね、ちょっと反応してますが。そうなんですよね。じゃあ行きましょうか。クマモン、ほらクマしかないです。入ってすぐですね。こちら等身大なんですけど、クマモンと比べてみましょうかね。これね、チョップじゃない、チョップじゃないでしょ、チョップじゃ。叩きなさい。やっぱりクマモンよりも大きいですね、これね。やっぱりね、かなり大きい。ねえ、こんな大きさなんですけども、まあ、横は頭の方が大きかったっていうのはね。さあどんな感じなんでしょうか。今日のねマルルの様子を皆さんにお見せいたしましょう。何やんだろうか。さあまだ、あ、今まさに出てこようとしています。出てきました。わあ、おはよう。マルル、おはよう。おはよう。かわいい。実はあの中に今日のおやつが入ってるそうなんですよね。何ですか今日のおやつ。はい、でこうタイミングが合えばこういったおやつをあげるところも見学できるということなんですよ。で時間も決まってませんので、はい、ここで貼っとくといいかもしれませんね。そうですね、朝から来てですね。そうですね、大体今10時過ぎぐらいですからね。はい、かわいらしい。あれ何食べてるんですかね。今日はリンゴとか入ってるみたいですよ。美味しく食べてます。では最後にご紹介しましょう。人に教えたくなる動物がね。さあでは大坪さん、3つ目となりました。立ち石がぐしゃぐしゃになってますけども、3つ目お願いします。はい、ホッキョクグマの毛の色は何色でしょうか。これ簡単じゃないですか。ホッキョクグマの毛の色ですね。簡単ですよ、見た通りですよ、ね、うん、白でいいですか。白、白、いや白でいいですかって今見てますもんだって。白いもん、白い剣、白ですかね、うん、残念。白ではないんですよ。これ正解お願いします。はい、実はホッキョクグマの毛の色は透明なんですよ。透明は白、透明ですよ、透明。どういうこと。透明、どういうこと。中がですね、ストローのようになっておりまして、うん、空気を取り込むことで、太陽の熱をですね、外に逃がさないような、構造になっております。例えばですね、ビニールをちょっとイメージしていただければ分かりやすいんですけども、はい、ね、ビニールを何枚も重ねていきますと、はい、白っぽく見えるんですよ。はいはいはい、それと同じらしいです。基本的には透明なんですよね。じゃあ見えるだけなんですね、白くね。そうなんですよ。
ねえ、ためになりましたね。もうくまモンも興奮してますよ、本当に。ということで、こう動物のね、こう知ってくるような情報もご紹介します。大丈夫ですか？とにかくこう新しい仲間も増えましたし、今度土曜日日曜日は TKN 刀にあります、はい、ただですね、当日この会場にお越しになれない方たくさんいると思います。そうです、安心してください、はい、視聴者参加型のクイズをご紹介したいと思います。お楽しみに。さあ、子どもたちもたくさん来ていますですね、はい、熊本市動植物園にやってきています。くまモンというか、せーの、くまモン、引き続き楽しんでね。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございました。さあ、熊本市動植物園といいますと、今度土曜日日曜日、はい、TKN の日に刀で開催されますが、はい、皆さんお越しください。残念ながら当日ですね、はい、会場に来れない方いらっしゃると思います。いらっしゃいますね。安心してください、はい、これからですね、視聴者参加型のゲームをご紹介しましょう。お願いします。ゲームはですね、メールで参加していただきます、はい、その名も刀んで運試しラッキーセブン。イエーイ。じゃあルールの方をご紹介しましょう。お願いします。まず見てください、カードありますね。1から6までのカードがあります。さらにこちらラッキーカードとして0がありますけども、はい、もう簡単です、はい、一つ一つめくっていってもらいます、ええ、1枚めくるごとになんと賞金5000円獲得です。こうめくればめくるほど賞金がどん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 加算されるわけなんですが、7というのがポイントなんですね。ラッキーセブンですからね。これめくった数字を合計してもらいまして、7を超えてしまいますとその場で失格、賞金没収となってしまいます。ここ気をつけてくださいね。はい、さらにはラッキーセブンということで、合計の数字がぴったり7になりますとプラス賞金1万円獲得ということになります。ということで、全部で賞金が大きいのは最高3万円獲得のチャンスですよ。そうだね、こうやってね、今くまモンが出してる、0、1、2、4、5、6、7、8、9、10、ね、このカードをめくりますと3万円獲得ということになりますけども、じゃあ早速なんですけどやってみましょうかね。やりました。はい、やりましょう、はい、行きましょう。じゃあくまモン、じゃあ混ぜて、混ぜてもらっていいですか。お願いします。混ぜてカードば、平太郎さんにやってもらいましょうかね。これね、その混ぜるじゃない、この混ぜ、ま、顔は混ぜなくていいですよ。撫でるだろ、こうやったら。これ撫でんちゃよかけ、はい、お願いいたします。叩かない、叩くだ、叩くだ、よいしょ。じゃあもう私混ぜます、すいません、もう混ぜます、混ぜます。さあ、はい、じゃあ平太郎さん行きましょう。はい、どの豚ちゃんにしますか。誰が豚ですか。いやいや、なんて言えばいいのこれ。なんて言えばいいの。右からとか左からとか。右からとか左からとかいうの。はい、右から3番目。右から3番目の豚ですね。わかりました。いきますよ。せーの、エイタロー。あ、難しいね。大きいの出ちゃった。どうします。5番ですね。行こうか、行こうかな。5000円獲得しましたが、はい、行きますか、やめますか。行きますよ。行きます。はい。わかりました。じゃあ2以下を出してくださいね。はい、じゃあ、あの1番右お願いします。1番右。はい。これでいいですか。はい。じゃあ行きますよ。はい、行きますよ。エイターロー。すごい。1万円獲得です、これで。はい、まだ行きます。まだ行きますか。はいはい。なあ、岡田さん、1番左端お願いします。これですね。はい、さあ、それでは行きますよ、はい、せーの、エイタロー。いやー、本当分かりそう。すごい、すごい、すごい、揃えました。プラス1万5000円。2万5000円です。おめでとうございます。やったプラス1万円。今日はないですよ。ないですよ。今日ないですよ。はい、ないですか。ラッキーはないです。あ、今日ないですからね。はい。いや、素晴らしい。お手本になりました。ありがとうございます。ありがとうございます。このようにやっていただくわけですよね。お待ちね。そうなんですね。さあ、ということでこのゲームなんですが、TKU の日2日間でそれぞれ3回行います。はい。1回につきメールの受付時間は2分間です。
でですね、土曜日初日ですね、1回目はですね、はい、朝の10時15分からの予定となっております。ぜひ、はい、とも参加してくださいね。はい、ではですね、TKU の日の場所、はい、会場の方をご紹介したいと思います。熊本市東区県郡のですね、熊本市動植物園になりますけども、駐車場当日混雑が予想されますので、公共交通機関をご利用になってください。バスもありますが、なんと市電ならではの特典がございます。こちら見てください。動植物園入り口の電停で、なんとですね、引き換え券をお配りいたします。でこれを持ってですね、入り口の方に来ていただきますと、カタランネのグッズ見てください。先着1000名様にカタランネ鉛筆プレゼントです。いいでしょう。いいですね。でですね、臨時駐車場もございます。こちら熊本運輸支局、そして東区役所に臨時駐車場を設けます。でこちらからは無料のシャトルバスを運行いたします。こちらご利用になってください。はい、さらにですね、通常は入園料が大人300円、子ども100円なんですが、 TKU の日の2日間は入園料無料でございます。ありがとうございます。家族揃って出かけてください。お待ちしてます。はい、さて来週の出張くまモンはこちら、熊本市北区三津具町フードパルク熊本から生中継でお送りしたいと思います。こちらも楽しみですね。じゃあ最後に大坪さん、一言ご挨拶お願いします。はい、はい、熊本市動植物園は明日も開園しております。本日ご紹介した動物以外にも可愛い動物たちたくさんいますので、ぜひ皆さんご来園ください。よろしくお願いします。せーの、待ってます。ありがとうございました。